チョッキンゲームグルーようこそいらっしゃいました。イントロドン勝ったら天城府5000円分プレゼントやってきますか。はい、ありがとうございます。何これ。最終的には12人集まれますので、もし2番さんのフレンドさんとかもねいたら。おっぱいおっぱいおっぱい早く早く早く、はい、村広げるって。えこうね、徐々に徐々に広げていくのがね、人が集まりやすいあれなので。こんなことできるんや。てかこれ始まるの遅そうだな結構。はい、面白いねそれ。いやまあまあ好きな皆さん盛り上がってくれてますね。あーいなくなっちゃったね。おでんずんずん、これもうリスナーじゃんこれ。おーいいねー、みんなやってくれ。もう集まったよ急に。じゃあちょっと村広げます。すごい、これで12人になるってことか。すごっ。何やこいつ。はい、1番さんどうぞ。はい、1番です。俺つき。2番さんどうぞ。2番です。3番です。はい、4番さんお願いします。この流れだと俺2と3がチームになるそうやけど、はい、であとね、あの曲が出てくるのがランダムなんですけど、大体2000年から2022年までの曲が流れます。入れない、何入れますよ。2000年から2022年の曲が流れます。なんかコメントみたいなのよ。2000年から2022年の曲が流れて、男女別々、まあ、ランダムでそれも出ます。ジャンルもランダムで出ます。はい、すいません、ちょっとこれ一つだけ聞きたいんですけどいいですか。はい、これ12人にするとホストの11番さん1人多分あれなんと思うんで、11人で2で割れないと思うんですが、これどういうことでしょうか。13人目がなんで12人来るんで 6チームですね。計算間違えました。ありがとうございます。ドントマインドです。てか本当に5000円あげてんの。おお、白いやつあれば。僕ごめんなさい、衣装これしかないです。あ、ない。右の衣装ボタンを押したら分かりますよね。あ、いいじゃんいいじゃん、もうそれでええやん。おお、キョッキーありがとうございます。4番さん4番、2番さん、3番さんに泊まって、1番さん、2番さん席行ってもらっていいですか。原沢君、じゃあこっち来てもらっていい。それ1番さん、2番さん詰めてもらうから。何、1番さん、2番さん詰めてもらって。なくなっちゃったの人。右にずれたこと。1番さん、2番さんが1個ずつずれてもらっていいですか。左に。あ、そうそうそう。あ、左にね。はいはい、はい。頭の回転早いね。あ、4番さん、そこを5番さんの相方さん入れたいから、そこ開けたいんですよね。そう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 。こういうことね。すいません。じゃあ俺移動しなくてよかったね。なんで怒らなきゃいけんねん。ちょっと試合見てきます社長、すぐまた戻ってきます、はい、社長って言った今。で4番さんか5番さんの10番社長なの。忘れられますか。なんか従業員だよ今。2番さん3番さんチームが A チームです。 A チームね。で、左側から BCD ってなっていくんです。はいはい。神ってこいつ恥ずかしくないのこいつ。神ってなんかアバターみたいなの使って6番さん聞こえます。集団行動ができないやつがいるな。あ、まあそれでもいいです。あ、はい。あ、あ、はい。OKOKOK。で、ポンク8ってもらって。早くずれろって9番。何が大富豪なれるか、お前みたいなもんが。A、3番さん、4番さんチームが B。すぐ行動できんようなやつが大富豪なれるか。7番さん、8番さんチームが D チームになります。で、僕が曲、イントロポンって流すじゃないですか。そしたら、分かった方から、こうやって A って打ってもらっていいですか。 A と打つ、うん、1番さん2番さんは A チャットでね。そう、それで早押しになっていくんで、で2番さん3番さんは B ね。よし、もうすぐ流れた瞬間 A って打とう。お手つきどっちかがしてしまった場合、相方がね、うん、してしまった場合は次の、その時の、もう用意しとこう回答と次の回答ができなくなりますんで。いやだねー、そこだけ頭に入れといてください。無限に回答します。チーム戦なので、例えばA チームの1番さんが1曲を答えたとします。正解しましたと。そうなったら C も C は5番さん6番さんチーム、 C は C です。 C と押してください。で、ここまで大丈夫ですよね皆さんね。で、A チームの1番さんが1曲目答えましたと。皆さん正解しました。そうなったら次の曲の曲に対して1番さんだけ答えられないんですよ。2番さんしか答えられないんですね。交互になってきます。なので例えば1番さんが正解しましたと1曲目、そしたら1番さんだけ準備完了ボタンを押してもらうんですよ。準備完了ボタンが押されてる方が
あの発言ができませんよ、回答できませんよってことなんで。で、リスナーでいいから、黙っとけ。7点先取にしますね。7点取ったチームの勝ちね。ただし、これ人狼ゲームの要素も入ってくるので、まず6点、リーチがかかったチームあるじゃないですか。リーチがかかったチームからは、例えば A チームが6点になりました。B チームの3番さん、4番さん、どちらか正解しました、その時点で。で、そうなった場合は、A チームの6点から1点引くか、自分たちのチームに1点加算されるか。どうでもいいな、マジで、この説明。意味わかります？分かったから、早く始めろよ、A チームの1番さん、2番さんがリーチかかってます。いや、全部で7点取った方が勝ちなんですけど、こんだけ時間食って人集めて、5点に関しては最終的に5点のチームから点数を取って、すいません、もう寝ますとか言って9番さん、10番さんチームが 7番さん、8番さんチームの D チームから D が 5点で自分たちが2点だった場合は5点から取りますっていうふうにやれば取れます。例えばこれが C チーム、D チームが5点だったら選べます。それではね、1回練習いきます。来た、空気読めなそうなやつおるな。イントロドン。わかりません。強いハビットです。正解。マジでやばいな、わかんないから。12番さんが正解したので、12番さんのチームが1って言ってもらっていいですか？ OK ですか？もう一回いきますよ、うん、まだ練習中だと。これイントロ、イントロドン。これ何だっけ、これ3番さんかな。3番さん早かった、どうぞ。 B チーム、狼。あー残念。怪物、うん、正解。正解。意義あり。はどうぞ。何意義ありって。今デモンって言いましたよね。レモンでした、大丈夫です。はい、岩、はい、さんおめでとうございます。よし、って打ってもらっていいですか？準備完了と。オッケー。邪魔するな。しっかりしろ。で、俺回答権ないんでしょ？てか普通にゲームやってる。マイナスだと思います。点数マイナスだと思います。二番さん準備完了ボタン押してもらっていいですか？次の回答権が二番さんにはないので、はい、ありがとうございます。いきまーす。人狼イントロ、イントロドン。一番頼むぞ。5000円もらうわ、俺普通に。いや、わかんな。マジ一番最初レモンでよかったな。13番さん早かった。13番さんどうぞ。僕押してましたか？13番さんどうぞ。はいはい、どうぞ。はい、うん、二階堂。はい、何ですか？二階堂。 ね、13マジ寒いな。おい、4番さんどうぞ。俺マリーゴールドかと思ったんだよ今。あいみょん。あいみょんですね。特命音。ばあ。五、四、今夜このままで。ファイナルアンサー、もう一回、もう一回。今夜このままで。うわー、欲しい、アウト。四番。なんなん。次アリスさん、6番さんどうぞ。全然間違えちゃう。はい、はい、アウト。6番、はい、アウト。はい、次、次、次。猫ちゃん。圧力かけないでください。6番さん、いいですよ。よく考えて、6番さん、よく考えて。でもダメ。ヒゲダンスと思っちゃったから。違う。オッケー。そうだったら10番さんは。こんなのさ。チャット打たないでください、ね。検索すればできるやん、さっきの流れからして。くっそ、これはさすがガレ。意義あり。はい、どうぞ、一番さん。どうした、一番。この順番はどういうことですか？俺の方が早くないですか？10番より早いと思うんですけど。おっ。どれですか？ちょっと待ってください。ちょっと11番、無能そうなんだよな、普通に。アリスさんの次、あれだったら、一番さんだったら。一番さん、この曲、何か答えられますか？今の曲。今夜この輪でしょ？はい、今、回答聞いてて。一緒だったんですけど。嘘つけお前。いやもう調べてましたね。調べたらダメだよ。調べたらダメですね。調べない。余計なこと言うな、この会場でしょ、この人。調べるのはダメ。調べちゃダメ。会場ですよ。もうよマジで頭。東大医学も頭悪い。じゃあ次回答権があるのは。頭悪いからだ。と
7番さん、8番さん、9番さんだけなので頑張ってくださいね。いきますよ。ね、これなんだっけ、これちょっとこれなんだっけ、ちょ早く終わる、この早く早く、お前ら。リマさんどうぞ。打ち上げ花火。ファイナルアンサー。はい、打ち上げ花火。正解。きた。おめでとうございます。神。これ2点ね。おー、いいですね、いいですね。そしたら神です。おめえら遅いでもちょっと。準備完了、外してください。いきます。人狼イントロ、イントロドン。時には。あ、これ簡単やな。あ、12番さんが一番早いかな。12番さんどうぞ。白日。正解。あ、まず、新規くんありがとう。俺今1位やぞ。はい。じゃあ。でもな、ちょっとお前らもっと早く言ってくれ。俺すぐ打つから。人狼イントロ、イントロドン。あー、これマリーゴールドだ。これマリーゴールド。いやー、今俺ちょっと打ってましたよ、今 F って。今マリーゴールド。相方いけるか、これ。1番。1番早かったでしょ、1番。はい。1番さん早かった、1番さん。頼むぞ、1番。は？申し訳ない。ちょっと出てこない。たまれおめえ本当に。わかりました。失格ですね。じゃあ1番さんと2番さん準備完了してください。は？次10番さんいいチームかな。10番さん早かったどうぞ。おマリーゴールド。僕っすよ4番。下げんなー。おっと。おさが。4番さん。3ポイントいけたろ今。アイミョンは僕強いんでマリーゴールド。正解。これは10番さん、4番さんチームどうぞ、1点ずつどうぞ。やったー。はちょっとぶち切れそうなんだけど、順番ミス気をつけましょう。ちょっと今の10番さんありなんですか。今の10番入るのちょっとおかしくない。あと今のは分かるからもうしょうがないよ、4番は。しょうがない、しょうがない、うん、もう審査員に逆らわれる。こいつほんまイラつくわ、ほんま。13番社長黙ってもらって、放送さんに聞いてるんで。ちょっとおう、うるさい、黙ってる。今のはもう入れますよ。はい、4番さん、10番さんチーム。マジ1番の消えろよ、ほんとに。これはひどいな。今の分かるだろ、しかも。マジで、なんでじゃあ打ったんだって話でしかも。次の順番教えてあげて。で、3番さん、4番さん、準備完了ね。で、2番さん、準備完了。むかつくけど、もうしょうがない、これはもう。1番さんチームあれか。Aチームあれだ。お手つきだから、1番さん、準備完了してください。いやー、これはひどい。4番さん準備完了で、3番さん大丈夫でしょ、準備完了さ。あー、もう3点取れたのに、今ので。4番が答えたから。ジノイントロ、イントロドン。無能のせいで。なんこれ。これは分かりやすかった、7番さんだね。7番さん、どうぞ。何これ。いやー、俺がイメージの違ったわ。一応思ったのは全然前世。いや、違うだろ。俺もそれだった。正解です、7番さん、おめでとうございます。そうやろ。マジ。オーケー。じゃあ結構最近の曲出るな。2000年とか言ってるけど結構最近だな。じゃあお前ら本当に、ね、お前らもっと早く、お前らもっと早く打ってくれ。いきますよ。続いて人狼イントロ、イントロドン。ちょ、わかんない、わかんない、ちょ、わかんない、わかんない、わかんない。何これ。5番さんかな。Cチーム5番さん。これ何、これ何。早く。インフェルノ。待ってください。いや、待ってくださいじゃないでしょ。は1、0。インフェルノ。てかさ、お前さ、これリスナーしょうもないな。うわ、リスナーだこれ。リスナーキモ。僕も同じですね。ちょっとお前ら早く、何準備完了、お願いします。お前ら早く。これ、ももたんさんが次押してるかな。4番さんの後、ももたんさん、ももたんさん。はい、はい、サマータイムレコード、アウトです。ふざけんなクソリスナー。もう、どうぞ。お前何なの。ごめん、私4号と同じやった。あ、僕分かるんですけど、もうこれ、え、もう僕らだけですか。僕歌分かるんですけど、もうちょいもうきますよ。じゃあ僕ちょっと英語が分かんないです。北酒場絶対そんなわけないじゃん。8番さんいます。人のイントロ、イントロドン。何これ。何これ。何なの。え、本当に北酒場なの。嘘でしょ。後藤真希で誰も知らないじゃん。はい、後藤真希であふれちゃうビーンラブでした。知らないな。知らないよ、もうガチ知らん。からんかったな。準備完了ボタンを押されてない方だけでいきますよ。ジンロイントロ、イントロ。
コメントあった。すごいね。何この、このみたいな。コメントにあったのすご。なんだこれ。ボカロじゃないこれ。ギャング？オッケー。まあ、あれだな。とりあえず回答権が得られれば、いけそうな気する。ちょっと難しくなってきたね。全員アウト。準備完了ボタンをフルオープンです。はい、マジで知らん。福山雅治のギャングでした。おお、コメントナイス。でもちょっと遅いな。いきますよ。どんどんいきますよ。はい、いきます。そうそう、簡単なんですよ。順のイントロイントロと。くそ、これ簡単すぎるって。急にジュニマさん早かった。ジュニマさんどうぞ。夜にかける。正解。急に簡単なんだよね。強いね、ジュニマさん。早いね。やばい、2になってきた。準備完了お願いします。いきます。ジュニイントロイントロドン。お前ら早く答えろ。早く答えろ、早く。はい、2番さん早かった。2番さんどうぞ。ギラギラ。正解。よーし。よーし。何してんの。強いな、本当に。よくやった。これ今、早く答えろ、早く答えろって、あの配信の方で今言ってました。今見てきたんですけど、配信。ダメですよ、これ。13番さん、少し黙ってくださいね。いやいや、本当のこと言ってんだけど。これってやつで今あの TikTok ライブで今準備完了だけ。お前さ、寒いんだってさっきからさ、つまんないことずっと言ってるけど、寒すぎマジで。だから人が少ないんだよ。お前みたいなしょうもないイキリは一生人気になれない。分かった？もう分かって、いや分かってるから。こっちだってお前が配信でなんで人が少ないか分かる。お前みたいに空気が読めないから一番最後にネタバラシすればいいのに、3回目でネタバラシしちゃう頭の弱い方だから人気になれないの。分かった？うるさい、うるさい、お前が一番最初に言ってきたんだよね。うるさいんだったら最初から黙っておけばよかったよね。え、トーク力も何もないくせに一丁前にヤジなんか飛ばしちゃってさ、面白くもなんともないヤジずっと飛ばしてさ、ね、空気壊しちゃって。お前何してんの。面白くないんだけど。先に準備完了し、早く答えろ早く答えろってあの完成の方に言ってました。で、いやだからお前、いやだからもう何回同じこと言うのね。同じことしか言えない。オウムなっちゃったね。語彙力ないからオウムなっちゃった。これで調べたら TikTok。 はい、これこれです。どうも、君たちよりはるかに有名なこれこれです。どうもよろしく。3ポイント今選手してます。よろしく。楽しく行こう。13番さんと2番さんが喋るから11番さんが喋れなくなってるんで、1回黙った方がいいと思います。2番さん、ちょっとね、これ配信されちゃうと配信者の方から答えとか出ちゃうとあれなんで。いや、2番さんが配信者うんぬんじゃなくて、13番ってことじゃないと思います。うん、っていうか最初にそんなルール説明ありませんでしたよね。だったらそこでルール説明するべきだと思うんですけど。いや、配信がないことを前提に話をしてたんと。いやだからそれじゃ、いやそんなのこっちからしたら知らない。じゃあ逆に言えばルールで配信しちゃいけないっていうルールがないから別にしてもいいってことになりません？いや僕、配信はまあ誰もしないと思ってるんで。別に楽しくできればええんやない。いやだからその13番が先に言ってきたんでね、それで言うとね、俺別にずっと黙って楽しくやってましたよね。13番さん、もしかしてアマゾンギフト5000円欲しくて必死になっちゃった？俺別にいらないからアマゾンギフトなんて。いらない、いらない。あの、俺が優勝したら君にあげるよ。どうしても欲しいんでしょ。そんな必死になるぐらいゲームを純粋に楽しめないぐらいお金に困ってるんでしょ。じゃああげるあげるあげるからさ、あの普通に黙ってくんない？わかりました。すいません。ちょ、ケロやこいつ。で、リサ入れりゃいい。だからお前が邪魔じゃん。一番お前が惜しいんだ。やばすぎます。これ切り抜いてください。切り抜きの人。このイントロの最悪すぎるんで。マジでありえんでしょう。こんだけ待っといて。いや、マジでマジで。しかももう、一番ミスんなかったら、あと俺が早かったらもう5ポイント手に入れてたからね。まあ確かにずる。いやでもさ、ルールでのなかったからね。ルールで。てか13番ほんまに寒い人間やな。うん、必死だったじゃん。だってずっと相方の12番にさ、事前にあの入れておけば早く打てるからとか言ってチャットにもう書いといて書いといてみたいな、空気の読めないことずっとごちゃ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 言ってさ。ていうかさ、11番さ蹴ってるけど、どこで配信してるの？なんであれで俺が蹴られなきゃいけないの？13番がごちゃ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 言ってんでしょ。あとずっとコメントじゃなくて、DM で言ってる人いるけど、遅いって DM は。ダメだって。うん、当たってるけどね。
え、誰なの配信者。あの人配信してっつってたよね。何、ヤンキーに憧れてる人これ。あー、なるほどね、確かに。うん、アマゾンギフト欲しかったんでしょ。いた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 。これだ。いや、ミラティブのアカウントはこれなんだろうけど、配信してなくない？その13番がこいつだと思うんだけど、配信してる人は別じゃないの？インスタに顔載ってる？ちょっと送って DM に、みんな。早く、急いで急いで、俺に DM 送って。顔、これか。あらららら。13番だ、パリピみたいな顔してるね。元漁師、元ホスト、今飲食店、27歳、本名なんだ。まあこれ出さんどくわ、かわいそうやから。うーん、まあ面白かったね。まさかこんなオチになるとは。しかも普通にイントロの楽しんじゃってる自分に驚いてるんだよね。じゃあ、 ありがとうございました。皆さんぜひね、僕の TikTok フォロー、そして僕の Twitter もフォローしてね。で、あの、この YouTube の方もね、登録しておいてください。さよなら。お疲れ。じゃあね。